メキシカンライムは、柑橘類の一種。熱帯アジア原産の低木で、ビアソング特演の後輩種。果実は食用。別名として、キーライム、マナオが知られている。メキシカンライムの木は、樹高5メートルで多くの棘がある。歓迎地では、Y 製品種を、陶器は屋内に置いて栽培している。葉は、卵型で、長さが2.5から9センチメートルで、大々の葉に似る。 花は直径2 5トルで紫をベースとした白色。花と果実は年間を通して見られるが、北半球では5月から9月が多い。賞味期限はマーケティングにおいて重要な考慮事項である。メキシカンライムは収穫後もかなりの長期間熟しており、通常75から85%の相対湿度で12.5セッ15.5度の間で保管される。 成長調節剤、果物ワックス、殺菌剤、精密冷却剤、カルシウム化合物、硝酸銀、及び特別な包装材料の適用など、特別な手順を使用して、保存期間を伸ばすことができる。好ましい保存条件は、急摂氏10度の温度および85%以上の湿度であるが、理想的な条件下でさえ収穫後の損失率は高い。インドの生産農家は小規模で、 蒸気のような保管法が使えないが、ヤシ油のコーティング等によってコンスタントに市場に出荷されている。中東ではメキシカンライムを塩水で茹で乾燥させ、調味料として使われる乾燥ライムを製造している。ありがとうございます。